クリームボックスの一例クリームボックスは福島県郡山市が発祥の菓子パンである。1976年に市内のパン屋ロミオで誕生したとされる。分厚い小型の食パンに白いミルク風味のクリームを塗った菓子パンで郡山市内では多くのパン屋や学校の購買で販売されている。販売価格は概ね100円前後であることが多く稀に パン生地が円形の場合もある。見た目がシンプルで、上から見ると通常の食パンとあまり変わらないため、クリームの上に何らかの加工が施されることがあり、アーモンドを乗せたり、チョコレートでキャラクターの顔を描いたりしたものも存在する。郡山市では非常にポピュラーな菓子パンで、市内各所のパン屋だけでなく、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、 高等学校の売店などでも広く販売されており、価格も手頃であることから人気が高い。その一方で、近隣の県は、おろか、福島県内の多市町村でも販売されていることは、少なく、郡山市外に出て、初めて、クリームボックスが、ローカルフードであることに気がつくものも多い。郡山市の後藤地パンとして知られるようになり、 2016年4月からは、クリームボックスを通じた町おこし事業として、同市のパン店18店舗をめぐる、スタンプラリーが行われている。同年5月には、福島県の大型観光企画、アフター DC の開催記念のオリジナル商品として、ファミリーマートから東北6県と新潟県の、約860店で発売され、福島県の PR に一役買っている。また、 郡山市に出店しているポンパドールが首都圏でもクリームボックスを販売したことなどから販売地域も拡大。さらに2016年10月から放映されたテレビアニメ作品フリップフラッパーズにはクリームボックスが好きという設定のキャラクターが登場。2018年12月には郡山市の落王乳業の落王カフェオレと クリームボックスを組み合わせた商品が沖縄県を除く全国のファミリーマートで販売されるなどして知名度を高めている。ありがとうございます。